井です。本日の死因はゴミ屋敷です。皆さんの家の近くにはゴミ屋敷ありますでしょうか？僕が小さい頃住んでた地元に有名なゴミ屋敷があったんですが、まあいつの間にか撤去されてましたね。さて突然ですが、皆さんは脅迫的ホーディングという言葉をご存知でしょうか？脅迫的ホーディングとは、簡単に言うと収集物への感情移入により、物が捨てられずにどん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 溜まっていき、生活にも支障が出てしまっているという疾患の一種です。本日お話しするコリアー兄弟のお話もこの脅迫的ホーディングが深く関係しています。弁護士のホーマー・コリアとその弟でエンジニアであり発明家でもあったラングレー・コリアは2人揃ってニューヨークで成功を収め、騒がしい都会のど真ん中に立派な家を建てて一緒に暮らしていました。ところが1909年頃、コリア兄弟は家の外の世界を受け入れがたいものと考えるようになり、やがて2人きりで引きこもり生活を始めました。彼らはその後引きこもるだけでなく、発明したもの、また財産や家財道具を守るために家の門を塞ぎ、全ての扉と窓にバリケードや鉄格子を設け、さらには侵入者を撃退するための罠を仕掛けるなど、外界との生活を遮断し始めました。それから何年も経った1947年の3月21日のことです。この邸宅から異臭がするとの通報があり、警察が調査に出向いたところ、ノックをしても誰も出てきませんでした。そこでドアを蹴破って入ってみると、そこには2人の遺体がありました。彼らの家の中はどの部屋にもラングレーの発明らしきものが所狭しと置かれていて、足の踏み場もなかったそうです。ラングレーの遺体は死後1ヶ月以上も経っていたそうです。死因は過去自分の貴重な発明品のコレクションが泥棒に狙われていると思い込み、泥棒が入ってきて通路の所々に貼られたワイヤーに引っかかったら天井から重いものが落ちてくるというような手の込んだ仕掛けを作っておいたんですが、その仕掛けに自分がかかって死んでしまったというアホっぷり。部屋が散らかりすぎて罠の場所がはっきり分からなくなってしまったんでしょうね。一方兄のホーマーは2階で椅子に座って空のコップを手にしたまま死んでいました。ちなみに死因は餓死だったそうです。実はホーマーはその何年も前に失明し、またリウマチによる関節炎のためにほとんど自分で動けなくなっていました。そこでラングレーが寝起きから食事まで面倒を見ていたんですが、そのラングレーが死亡したためにホーマーも餓死してしまったという流れです。この邸宅からは2人の遺体の他に120トンものガラクタが一緒に運び出されたそうです。はい、ということで今回はゴミ屋敷についてお話ししていきました。明日もですね、本当にあったシーンについてお話ししていきますので、ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。